はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。よかったらチャンネル登録、メール登録、よろしくお願いします。11月23日、15時、17時、新大阪駅付近の店で、メール登録懇親会開催します。後日、募集開始いたしますので、予定開けといてください。12月に東京で、1月に福岡で、懇親会開催いたします。その次は札幌か仙台か名古屋を考えております。こちらの方も何卒ご検討ください。頭の中に音楽が鳴り響くイヤーワームのコメント、思ったよりすごく多くてですね、ありがとうございました。いろんなタイプがあって驚きました。体調不良でひどくなる場合が多いみたいですね。疲労とか。一番気の毒だったのがピーヨンの連続という方が気の毒でありました。岸田路線踏襲の石破政権、増税路線も踏襲でした。防衛力予算拡大のため、法人税、所得税、タバコ税の増税を年末までに決着させなければならない。能力のある人や法人に負担してもらう。石破の皮をかぶった岸田だな、まるで、増税アンパンマンは長いな。ちょっとあだ名つけるにしてもな。世論です。お前ら増税しかしてないよな。その結果が今の日本だろう。何十年も増税して景気悪くして貧しくなるんだから少子化も進むよね。あんなに金持ってるのに NHK から税金取ってないって本当？本当ですね。NHK とか東京メトロとか JT はですね、省庁の天下り先それぞれの、として特殊法人って名前で法人税払ってません。子供家庭庁いらねえだろ、全くだ。俺には関係ないから酒税タバコ税どんどん取れ。むしろね、この辺下げて、辛い仕事をお酒飲みながらタバコ吸いながら頑張ってくださいって。昭和の高度経済成長はそれでいけたんだから、酒とタバコでだましだまし、24時間働けますか。今そんなこと言ったらブラック企業かって言われちゃいますけれども、今やってるのは低所得者いじめだもんね。消費を上げなくちゃいけない時に増税の話するとは。パチンコにギャンブル税を導入しろよ。これは俺も賛成だな。納めても底なしに飲み込む。野田も増税バカだから、選挙で勝っても負けても増税だな。子供家庭庁予算5兆円なんかいらないから廃止しろよ。男女共同参画予算なんていう何に使われてるか全くわからんし、不必要な10兆円そっくりね、防衛予算に付け替えたら、足りないのは3兆円程度なんだから7兆円程度、余って減税できんだねえの、これ。命あっての子供家庭、命あっての男女平等ですよ。兵は国の大事は未来永劫変わんないですよ。そんな枝葉より防衛予算優先すべきですよね。石破も岸田もバカだから財務省のですね、増税が必要なんですよ。自分でちょっとも調べもせず鵜呑みしてんだろうけどね。バカだから。それよかね、消費税下げれば税収増えるよ。消費税上げるたんびに総税収は下がったんだから、金が欲しければ消費税下げろ。消費税下げれば経済が活発になって総税収は増えます。税プラス保険プラス年金プラス NHK、 実質税負担率は現在 47% 程度なんですけども、私が20代の頃は 35% 程度、団塊世代が20代の頃は 25% 程度でした。今より軽い負担で結婚と子育てした我々がどうしてね、今の重税にあえぐ若者に結婚しろだの子供を産めだのって言えるのか。そんな資格ないですよね。我々には資格ないですけど、自民党にはもっとないよね。選挙開始、各党党首が第一声で何を喋っていたか日テレが分析。石破、政党アピール 44%、 経済対策 33%、 東日本大震災 15%、 その他 8%、 野田佳彦、政治と金批判 89%、 政党アピール 10%、 維新馬場、経済対策 51%、 政治と金批判 23%、 政党アピール 17%、 その他 9%、 公明維新、政治と金 33%、 経済対策 24%、 政党アピール 20%、 その他 27%、 共産党、経済対策 38%、 共産党のくせに、どうせ賃金上げろだの、っていう話ばっかかな。
外交安保 23%、 政治と金 13%、 その他 26%、 民民玉木経済対策 33%、 政党アピール 28%、 政治と金 23%、 その他 1%、 野田の政治と金批判 89% が目立ちますね。世論です。立憲だけバカみたいじゃん。これ野田になった意味ある？立憲まだこんなことやってんのか。立憲の政党に取りたくないアピールがえぐい。立憲は相変わらず空気の読めなさがすごい。野田がひどい、自民がしか言ってない。批判するだけで数千万円もらえるおいしいポジションを手放したくない。共産と令和の経済政策通りにしたら円がジンバブエドルになる。令和はブーメランを恐れて裏金問題ノータッチか。令和金のことはさすがに言えないか。うらうらうら。野田はジャングル黒兵ですか。フルこの人は確実におっさんですね。私と同じぐらいの年のおっさんだと思います。オラオラオラな丈太郎ですけれども、ウラウラウラっていうキャラいましたっけ。徐々に、最初から最後まで自民がーっていう、立憲は常日頃からまあそんなもんじゃなかったでしたっけ。石破がなんで東日本大震災のことを 15% も喋ったのか全然わかんないですね。震災後13年経っててだいぶ落ち着いてきてんだから今は能登の心配すべきでは。今回の選挙の立憲のスローガン、裏金も世襲もないクリーンな国へ。だが、共同通信、世襲候補は136人で全候補の約1割だった。自民は3割弱、立憲は1割超と、全体の平均の1割より多いんだねの立憲の方が。1割超って書いてあるなら世論です。相変わらずのダブスタ。まず自分のとこゼロにしなさい。この人たちは自分たちはやってもいいけど他の人はダメだってスタンスだから。親が政治家なら政治家目指したらいけない社会にするってことか。他人叩くために無理な理屈でっち上げるからブーメランになる。職業選択の自由があるから無理だろう。消費税 15% にするって言ってるし、こいつら何一ついいところない。立憲がないクリーンな国へ。親とは違う選挙区から立候補すればいいだけ。自民がやりたくてこんなスローガン掲げてるんだろうけど、自分とこも世襲が平均より多かったという誤算、最初からずっこけてますね。世襲がないとなんでクリーンになるのかが全然わかんないですよ。私にはこうでこうでこうなるからクリーンって説明してほしいですね。安倍総理だって世襲だし、世襲始めから排除したら優秀な人も排除されちゃうよね。親が政治家なら子は政治家目指しちゃいけないってことになりますよね。どんな社会だって話なね。選択の自由がない。河野太郎とか小泉進次郎を当選させてるのは地元有権者ですしね。地元の有権者が太郎でいい進次郎でいいって言ってるものとやかく言うのは民主主義の否定では。まあ私は個人的に河野太郎が大嫌いですから落ちればいいなとは思ってますけれども。2010年小沢一郎の資金管理団体陸山会の収支報告書に4億円の収入を記載せず逮捕され、2013年に禁錮2年執行猶予3年の判決を受けた、陸山会の事務担当で逮捕当時は衆議院議員だった石川智弘51歳。しかし小沢一郎4億円も不記載やってて、よく自民党の裏金がとか言えるよね。すげえ面の皮だ。戦車の装甲版にできそうなぐらいすごい面の皮ですね。50代が14歳と恋愛し同意があった場合に、罰せられるのはおかしいなどと発言し議員辞職した本田平直59歳を、立憲がそれぞれ北海道ブロック比例、東京ブロック比例で擁立しちゃいました。いたなぁ、本田平直、キモい顔した。世論です。人材おらんの。これはちょっとおかしいだろ。フェミさん、これどうすんの。政権奪還に向け攻めてるなぁ。有権者に日本酒配った梅谷守になんで公認が出てんの。相変わらず身内に甘い。ほんと人材いないよな、この党。こんなのも動員しないといけないほど層が薄い。立憲引きずり落として新しい野党が伸びてくるのに期待した方がマシ。だって立憲だしで説明つく。こんなやつを組合とか大丈夫なんか。わざとすねに傷持ってるやつ選んでんのか。急な選挙だったから人材いないみたいですね。人材なら豊富なのにね。
本田平直なんかフェミに全然叩かれないもんね。日本のフェミは偽物ですからね。北海道ブロックは比例は、小野寺勝さん推します。私都民ですけど比例は日本保守党に、入れようと思っております。今日の単身です。質問に絶対答えない石破茂、自公で過半数割れしたら責任取るのかという質問に、明日から本当に死に物狂いで全身全霊で戦う時にもしこうなったらなぞということは考えません。やっぱり答えませんでした。自公で過半数割れするにはどのぐらいの落選が必要かって言いますと、衆院465議席、過半数233、232だと、同数になっちゃうんですね。議長は投票できない。自民258人、公明32人、合計290人。なんで公明が同数ぐらい今回も当選するとしたならば、自民が57人減らして201人にならないと自公で過半数割れにはなりませんな。さすがにちょっと57人落選は大変かな。自民単独過半数割れは26人の落選が必要。こちらの方は十分可能性ありますよ。これ43人を比例復活不可、12人を、公認しなかったんだから、あと2人を離党させてね。我々としては自民単独過半数割れの責任取って総理、イコール自民党総裁を辞任しろって騒いでですね、高市さんに代わってもらうのがベターでは。年代別内閣支持率、30代40代50代60代70代80歳以上の支持率がそれぞれ 36%、37%、44%、45%、49%、55% で、見事な弱低老高になっていると判明。安倍政権は逆で弱高老低でした。見事に支持者が入れ替わってしまった。80歳以上の支持率 55% もあるんですけれども、これテレビ次第でガクンと下がるよ。テレビ次第で日本人は劣等民族発言でテレビを干された青木治が文化放送ラジオに復帰する模様であります。富士参加の文化放送は劣等民族は OK なんだ。ふーん、お前ら二度とヘイトスピーチ許さないなんて言うなよって話だよね。それとも日本人に対するヘイトスピーチは OK なんですかね、富士参加の文化放送はね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。